なんか、どうすか、意気込みの一言訳されると、どなた様かいかがですか。なければないでいいんですけど、別に。はい、じゃあ、じゃあっていうのもおかしいですけど、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということで、まあ、決勝まで、まあ、ちょっと来させていただいたんですけど、まあ、僕のね、大好きな大先輩2人と今回出させてもらえるということで、なんで、あれなんですよ3人に、本当に後ろで見ててね、楽しいですよね、マジで。この楽しさを最後まで、まあ、僕もね、含めて楽しんでやっていけたらなと思ってるのと、あとは最近ね、ちょっとふぬけから脱出したネオを、まあ、ここでまたボッコボコにしてやるんで、はい、こんな感じでお願いします。いやいや、いただきました。いただきましたね。じゃあこちらからも一言いただきましょうか。では、あ、しげさんどうぞ。メオさんじゃないですけど、お疲れ様です。決勝までさせていただいて、マジで2人にマジで感謝してるんですけど、僕このバトクラの一番最初のセブントゥースモークで、まあ、今回みたいに若手セブントゥースモークってのがあったんですけど、それに出てて、まあ、それで優勝させてもらって、でもその時もう 2on2 とかそういうのにもう全然歯が立たなくて、大人に。でもなんかこう何回か回を重ねてこうやって決勝まで超えたことにすごい感慨深さをさっき感じてて、まあ、ちゃんとこのバトクラっていう大会にちゃんとなんかこう還元したいなっていうのもあって、すっごい大層だね、っていうのもあって、で今回のためにすごいこの3人でもうお酒も抜いて、で食事ももう油もの避けて、もうチキンとかめっちゃ食べて筋トレして、もう生卵飲んでここまで来たんです。振り受けから脱出したんです、この男は。僕らもそれに付き合わされた、付き合いました。はい、はい、自ら進んで付き合わせていただきました。はい、そのストイックをしっかりと結果として出したいと思ってるんで、はい、皆さんに感謝も込めて、頑張りたいと思います。ヤーマンって言ってきました。ヤーマンと、とどめのヤーマン、フロムマイアミなんだよ。決勝戦はチームで6ムーブでございます。チームで6ムーブ、そうですね、チームで6ムーブ合わせて6ムーブやっぱりね、チームで2ムーブの時もね、誰が出るか作戦みたいな、やっぱチームで6ムーブの時も誰がどう出るかね、作戦っていうことなんで、これはアニボカストリート1曲ずつがランダムっていう認識でいいですか。はい、アニボカストリートが2曲ずつがランダムな順番で流れます。さあ、こちらの 3on3 決勝戦、 DJ アシトリの DJ アシトが準備完了。ありがとう、 DJ の準備は OK、 バトラーも OK、 皆さん盛り上がる準備できてますか。それでは本日のラストバトル盛り上げてまいりましょう。シャウターバトルクライボリューム13周年スペシャル、アニボカストリート 3on3 サイド決勝戦、森のフクロウ VS ジャパニーズフェスティバルフロムマイアミバトルスタート！
それではそれではラストの瞬間でございます。バイオスシャウターバトルプライボリューム13周年スペシャルアニモカストリート 3-on-3 サイド、本日の優勝チームやっぱ強いやつを連れてくれば勝てるんじゃないかっていうあの僕はできれば楽して勝ちたいだったんで、やっぱ今後のカスタムにもやっぱ強いやつをどんどん呼んでいこうかなと思ってますで, あのでも本当に2人がめっちゃ強かったんで助けられまくったんで、まあ、僕は大したことはしてないんですが、また2人に感謝してないです。ありがとうございました。